お嬢氏。寝てた？灰原か。風邪ひいたんですって。ちょうどいいじゃない？え？例の薬の解毒剤。新しい試作品ができたの。例の薬って、アポトキシン4869か！どう？試してみる？もちろんだ！お前今どこにいるんだ？博士んちか？ええ。今学校から戻ったとこ。じゃあ、俺もすぐ行くから。おい、昼飯。いねえじゃねえか。そうだ、服持ってかねえと。ん？博士は？用事があって出かけたわ。それ、制服？はあ、いきなり高校行ってみんな脅かしてやろうと思ってさ。バカね、そんなことして噂になったらどうするつもり？じゃあ、早速。まず、熱を測ってからよ。わったよ。8度7分。ずいぶん高いわね。走ってきたからな。それで上がったんだろ？大丈夫かしら。こんな高熱で。心配ねえよ。さ。薬の効力は今までのと同じおよそ24時間。ただし、即効性で飲んだ直後から聞き出すと思うわ。これでまた工藤新一に戻れるぞ。来たあれ、灰原？灰原！おかしいな。どこ行っちまったんだ、あいつ。12時半。今ならまだ昼休みに間に合うな。よし。うちの木、こんなに高かったっけ？コナンでいる時とは見る角度が違うせいかな。ま、いっか。あんなビルあったっけな。このマンションいつだったんだ？やっぱガキの目線だと気づかねえものもあるんだな。ゴリラだ。ちょっと見ねえ間に老けたな。あれ？ここじゃなかったっけ？おかしいなぁ。まさか、俺がしばらく休んでる間に、俺のロッカー取っ払っちまったんじゃ。やっぱねえなぁ。みんなびっくりするだろうなぁ。おーっす！あれ？なんで誰も驚かねえんだ？っていうかこいつら、一体誰だ？誰一人知らねえぞ。教室、間違えたかな？やっぱここだ！おかしいな。とにかく、ランを探そう。あいつ昼休みにもよく部室に行ってたよな。開いてねえし。探偵クラブ？そんなのあったっけ？ふん。おう、やっと来たか。え？ああ、やっぱりどこかで食べてきたんですね。え？毎週火曜、木曜は部室でお弁当食べるってみんなで決めたのにね。え？俺なんか、早弁しての必死に我慢したんだぜ。玄太くんのうな重の匂い、教室中に漂ってましたよ。お弁当にうなぎ入れてくるの、玄太くんぐらいだもんね。
そうか、健太、光彦、あゆみか、どうなってんだ、なんでこいつらがここに、ってか、なんで高校生の姿をしてんだ。あれ、コナン君、なんか変。コナン、メガネかけてないからですね。なんでメガネ外してるんだ。あ、そっか。その方がコナン君らしいよ。あ、あゆみちゃん、接近しすぎです。ああ、そうだぞ、もっと離れろよ。どうだよ、どうだよ、お待たせ。まさか。どうしたの、コナン君。鳩が水鉄砲を食らったような顔してるぞ。ケンタ君、それを言うなら鳩が豆鉄砲です。おめら、もしかして俺たち高校2年生か。何やってるだろ。やだ、コナン君。そうか、これは夢だ。おそらく灰原から電話がかかってきたところから夢なんだろう。で夢じゃねえってこと、どういうことだ。ちょっと邪魔なんだけど。あ、灰原。愛ちゃん、またお昼抜き？体に毒だぞ。ダイエットしなくても灰原さんスタイルいいじゃないですか。灰原、ちょっと来てくれ。いいから。一体どうなってるんだ。俺は工藤新一のはずなのに、なんでコナンのまんまなんだ。しかも俺もお前もなんで小学1年でなく高校2年なんだ。あなたの言っている意味よくわからないけど、この10年のことを聞きたいのなら教えてあげるわ。例の組織とは決着がつかないまま、私たちは中学、高校と進んできたわ。その間、あなたは私の作ったアポトキシン4869の解毒剤で何度か元の姿に戻ったけど、いつしか耐性ができてしまって、この5年ほどは全く戻れないでいる。なんか相当ショックを受けたみたいね。あなた、昼休みの間に記憶喪失にでもなったの？午後の授業が始まるけど、帰って休んだ方がいいんじゃない？ああ、そうするよ。今日の訪問者は、旅人弁護士で、服部平次さんです。数々の難事件を解決、今で国民的ヒーローになられた服部平次さん、この度、流行株の迎えに探偵事務所を開かれました。大変なご活躍ですね。いや、女性ファンも多く、別名なにわの色男とも呼ばれてますが、そら嬉しいな。色男なんかとちゃうで、色黒男や。おお、こら、カザ、勝手に入ってくんな。なんだ、鼻の下伸ばして。みっともな。みっともな、今な、己の顔じゃ。ボケ。カザはどうやらカザか、服部家庭の良しきに女房役で、服部、カザ。ところでお二人、結婚はまだですか？結構ここもなんか古くなったような。あんだおめえ、やけに早いな。おっちゃん、変わらねえな。ははん、さては午後の授業、老けてきたわね、ガキンチョ。その子、ま、私も人のこと言えないけどね、気が乗らないんで早引きしちゃった。たくお嬢様はいいよな、お気楽な OL 生活で。おじさま、飲みすぎ。せな。ああ、ヨーゴちゃんもついに結婚引退だ。酒でも飲まなきゃいらんねえよ。男涙の。私もビール飲もう。二人とも、俺に何の違和感も感じてない。どうやら10年間俺は居候を続けているらしいな。俺本当に記憶喪失にでもなっちまったんだろうか。結婚って言えば、ランもとうとう決めたみたいね。決めたって？結婚よ、荒出先生との。結婚？荒出先生？何驚いてんのよ。あんただって知ってるでしょ？
荒出先生が2年前からランにプロポーズしてたの。でもランは戻ってこない新一くんをずっと待ち続けて、そんな思いに決着をつけるために今日ラン、新一くんとの思い出の場所に行くって言ってたわ。俺との思い出の場所？それってどこだ、その子？姉ちゃん。そんなこと知らないわよ。に見られたくないから。ここには新一との思い出がいっぱい詰まってるの。結婚するの？荒出先生と。ダメだよ、結婚しちゃ。どうして？俺が困るから。え？俺が工藤新一だから。だから結婚するな。高校生になったら本当そっくりになったね。だからそっくりとかじゃなくて。ありがとう、私を元気づけるためにそんなこと言ってくれて。でも今ので踏ん切りがついたわ。10年待ったんだもん。もう10年待ってもいいよね。明日荒出先生に断ってこなきゃ。俺、本当に…コナン君、コナン君、体が熱い、どういうことだ。